どうもどうも皆さん、真夜中です。なんだかずっとね、トリオの鳴き声聞こえて仕方がないんで、巣から落ちた小鳥ちゃんかなって。ちょっと気になって見に来ました。かのね、2はあまりにも大きくて分かんないもんね。こっちっぽいな。でもここに本当に迷路、ジャングルみたいな感じじゃない。ちなみにこれうちのブドウです。ブドバイナイトなんちゅうくだらない動画、すいません。あれ、この上もしかしたら、わからんな。じゃあそこまでいくら自分でも伸びんな、身長は。木の上？じゃあ2日。この鳴き声が異常はなかったということか。地面に落ちてるかと思ったけど、そうでもないみたい。いやー、こういう、全くこの動画撮るつもりなかったけど、このブドバイナイって結構シュールだな。ああ、ちなみに星空も多少、まあ、見えんか、スマートフォンでは。多少見えるのは嬉しいな。今日ね、ちなみに関係ないけど、うちのどんな量はね、まだ逃避しちゃってさ、うちこの近くのもう軍警察の警察署 の駐車場までね、の車 の下におったらしいんだ。まあ大変。また捕まえに行かなあかんし。もう十二分広いね、家だと思うけどね、庭も。何なんだろうな。いや、というか、いや、ごめん、鳥の位置がね、鳴き声すごい気になってたけど、全くつかめないので、この上っぽいけど、この上っぽいけど、わからん。すいませんね。バカバカしいんで、どうかここまでいたします。すいません。